雨か雪の境目っていうのは通常マイナス6度で、うん、いつも説明させていただいてるんですけども、はい、今回はそれよりも1ランク、強い寒気12度に注目していただいて動かしていきますと、はい、どんどんとこの寒気が南下してきている様子がわかるかと思います。明日の朝の段階で、はい、もうほぼ太平洋側までやってくるということになりますので、うん、これだけ強い寒気がやってくると、うん、気温の方はどん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 下がる一方ということになりますので、うんうん、はい、今日午後からは気温はぐん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 下がっていく。なるほど。雨は雪に変わる。で、雪の量もこれは増えそうですね。積雪の増加にも注意が必要になりそうですね、はい。まあ、ではその気温の変化も見ていきましょうか、はい。午前中までは日本海側のエリア気温高かったんですけども、はい、風向きが変わりますと気温の上がり方はもう逆転しまして、うん、どんどん下がっていくような形になります、はい。進めていきますと、時間とともに日本海側の色はですね、どんどん黄色から緑色がどんどん増え始めてきます、はい、どんどん下がっていくんですね、はい、うん、寒気の強さをこれ示しているわけなんですね、はい。で、夜は夜になりますと太平洋側の方にもこの緑色、まあ、0度以下の範囲というのがだんだん下がってくるような形になりますので、うん、沿岸部でも夜になりますと気温は下がっていきます。なるほど、はい。関東は日中、今日の日中は高いというふうに申し上げましたけども、うん、北風が入ってくる明日以降はどんどん下がってくる形になります、うん。今夜帰りの時間帯関東でも防寒必須になりそうですね、はい、そうですね、はい、風も強いので、うん、ちょっとね寒さ感は、うん、相当なものになると思います、はい。